はい、こんにちは、デガールです。今回はですね、デアゴスティーニさんのホンダ NSX 第2号の方を買ってきましたので、早速やっていきたいと思います。はい、で、こちらのですね、NSX の方は制作の代行依頼を受け付けておりますので、もしですね、テイクアールに作ってもらいたいと思っている方がいればですね、ぜひコメント欄の方からお問い合わせください。で、ちなみにですね、アシェットさんのランボルギーニミューラの方はすでにですね、受付を締め切っておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは早速中の方見ていきたいと思います。はい、で、前回のですね、創刊号の方で、ご紹介した時にですね、こちらの模型の総額として、まあ、195,600円、プラス1,990円のバインダーがありますよという紹介はしているんですけども、ちょっとですね、こちらの方紹介をしていなかった、ハイクラスモデルカーコレクションというのがあります。で、これはですね、今までですと、例えばその模型に対してオプションパーツ的な感じで別料金で設定されているものとかがあったんですけども、今回のこれに関してはですね、別にオプションということではなくて、なんていうんですかね、全く別な商品として、こちらの NSX の方で紹介されている商品です。で、どういうものかというと、これはですね、かなり有名なですね、株式会社メイクアップさんというところで作っているミニカーでして、43分の1の NSX のコレクション。で、全部で6台。で、これはですね、どれか1台だけ買うとかっていうことはできないようで、要するに6台まとめて買うような形。まあ、ただ途中でやめればですね、例えば1号、2号でやめればっていうことはできるみたいなんですけども、例えば4号と3号が欲しいとか、そういうわけにはいかないみたいです。で、43分の1っていうとですね、大体こういう感じですね。これ43分の1のディアゴスティーニの模型なんですけども、こういったもの。なので、割と小さいミニカーなんですけども、非常に精巧にできているものということで、一応ですね、これ全部トータルの金額の方が約18万5000円ということで、なぜちょっとこちらの模型の方と一緒に出してるのかわからないんですけども、もしですね、こちらの模型プラスこっちのミニカーも欲しいということになると、総額でですね、約40万円ぐらいかかるということで、なかなかちょっと、金額的にはかなり大きいのかなと思います。はい、それでは早速作っていきたいと思います。はい、それでは第2号ではですね、タイヤ1本ですね、あとこのフロントバンパーにつく、グリルですね。ここのパーツが入ってきてますので、早速開封してクオリティの方からチェックしていきたいと思います。はい、それでは開封しました。はい、それではまずですね、アルミホイールから見ていきます。はい。なかなかハイクオリティです。はい、ですね、これがホイールで、まぁ、ちょっとですね、こういう、なんていうんですかね、ちょっとまぁめくれてる感じのところもありますけども、このバルブ見ていただけるとわかると思うんですけども、組み立て済みではあるんですけども、これ別パーツですね。で、色がちゃんと分かれていて、すごくリアルに見えるんじゃないかなと思います。はい、それからタイヤですね。はい。扁平率が3号のタイヤということで、すごいですね、この薄いの。それからちょっと見てください。これ、刻印がすごいリアルですね、これ。ちっちゃい刻印までしっかり入ってますね。はい。2、4号、3号、19ということで。はい。はい。コンチネンタルのスポーツコンタクト6ということですね。で、これはタイヤのパターンがですね、このこっちとこっちで違うパターンなんで、外側とですね、内側があるタイヤなので、そこら辺も組み付けの時に気をつけないとダメな部分ですね。で、ゴム製ですごくクオリティは、これはもう本当にクオリティ高いですね。はい、それからグリルですね。ここら辺はちょっと、曲げたりしないように気をつけないと、見てください。これ相当細いですね。曲げたりですね、折っちゃったりしないように気をつけて扱わないとダメですね。はい。で、これがグリルを止める枠ということで。はい、それでは早速組み立てていきます。はい、それではまずですね、右側のこちらのグリルからですね。
はい、このグリルをここにはめるわけなんですけども、ここにですね、突起があるんですね。黒い突起。これは、まあ、こちらのパーツの突起なんですけども、これよりも向こう側に行くように入れるということですね。こっちからはめて、こういう感じ。で、これはピタッといかないのかな？収まりがどうなんだろう。あ、なるほど。少しですね、このグリルを少しだけ、ほんの少しだけ曲げないと、まあ、曲げるというよりもこう反るって感じですね。こんな感じ。少しだけこう反ります。まあ、グリル自体はまっすぐ、まっ平らなんですけども、ここにはまるとですね、少しこう反る感じ。で、この後、このパーツで止める感じですね。で、ここの突起とですね、ここの突起を、合わせて、それからここのネジで止めるということですね。で、今回もそうなんですけども、ここにネジ山がないので、まずはですね、ネジ山を作る作業の方からやっていきたいと思います。で、その時にですね、万が一のことがあるといけないので、まずグリル一回外しておきますね。はい、で、使うビスはですね、ビスの C。まあ、今回はビス一種類しか入ってないので、間違えることはないと思います。で、これでですね、まずここにネジ山を作っておくと。で、前回ですね、スカスカだったとこあるんですよね。まずちょっとそれがないか調べてみますね。大丈夫そうですね。ちょっとここ緩いのかな？どうかな？ちょっとやってみないとわかんないですけども、問題がなければこれで。はい、それではこのグリルの枠をですね、こちら側からつけるんですけども、ここの突起のところにですね、これがこのような形で、メッシュと同じように入り込んだ形で、なおかつこの突起2つに入らなきゃならないんですね。で、ちょっときついので、コツとしてはですね、こちらの方プラパーツなので、こっから指でですね、このような形で少し上に煽ってやると、この突起が一度ですね、このような形でなくなりますので、この突起をですね、上に少し持ち上げた状態で、このような形でですね、先に入れてしまいます。この突起にですね、2箇所。それからこっちの手を離すと、勝手にですね、向こう側に行きますので、そういう要領でちょっとやってみてもらえれば簡単にはめられると思います。こういうことですね。これで、こことここが入って、これがこのような形で噛み合えば OK です。これが、簡単にですね、指でこのような形でずらせるということですね。はい。このようにすると簡単にここ入ると思います。で、あとはネジ止めするだけですね。はい、で、これもしもなんですけども、ネジ山を最初に作らないでやってる方もいると思うんですけども、ネジ山を作んないでやる場合ですね、強く押し込みながら回さなきゃいけないんですね。で、強く押し込みながら回してるときに、もしもですね、ここのドライバーの山からですね、こう外れちゃうと、力がこっちかかってるわけですから、ズルってこういうふうにいくと思うんですけども、例えばここでそれが起こると、このメッシュをですね、傷つける可能性があるので、必ず山を作ってからですね、やった方が、このように作業した方が、かなり安全じゃないかなと思います。はい、これで右側のメッシュがつきました。これは相当かっこいいですね。はい。じゃあ次、左側のメッシュをつけていきます。はい、というわけでバンパーのですね、両側にハニカムメッシュがついて、かなり精悍な感じになってきました。もうこの時点でかなりかっこいいですね。はい、それじゃあ次にタイヤを組み立てていきたいと思います。はい、それではですね、タイヤの組み付けなんですけども、タイヤの組み付けは注意する点が1点だけありまして、ここですね、ですね、刻印ちっちゃいんですけども、これは実車のタイヤにも書いてあるんですけども、アウトサイドって書いてあるんですね。
つまりこれが外側ですよという意味なので、こっちがこっち、わかりますよね。このようにつくということ。はい、それからですね、今週号ではまだつけないんですけども、このホンダのマークがありまして、ここに切り欠きがあります。でこれがですね、ここにつくんですけども、将来的に、今はつけないんですけども、つまりこの切り欠きがですね、このようになるので、ホンダのエッジマークがですね、おそらくここに来る感じになるんですね。なのでここの、ホイールの、ホイールナットのつくところ、ここが、最終的に完成した時に上を向くようにディスプレイした方がかっこいいんですね。つまり、ここのところを上にするためにはですね、タイヤのどこが上に来ればいいのかっていうのも考えておいた方がいいと思います。で、好みの問題だと思うんですけども、スポーツコンタクト6を上にしたければこういう感じ。で、他にはですね、このサイズ表記ですね、サイズ表記を上にしたいという人もいると思いますし、あとはですね、このコンチネンタル、これを上にしたいという人もいると思います。で、一応ですね、私の好みとしてはですね、この24535というですね、このタイヤのサイズ表記を上にしたいなと今回は思いますので、これがですね、さっき言った、ここのホイールナットの穴、とこう合うように組み付けていきたいと思います。はい、このようにですね、ここのバルブが一番下に来て、これが上にトップに来ます。で、自分の好きなところにこれを合わせておくということですね。最終的に、ディスプレイした時にここがこういう感じになると、まあ、かっこいいのかなと思います。はい、というわけで今回はですね、ディアゴスティーニさんのホンダ NSX、 今回バンパーのメッシュとですね、19インチのタイヤを組み立てました。この時点で相当かっこいいので、3号4号も非常に楽しみです。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。